うんちおしっこは。でなんかちょっとつついた感じはあるけど、そんなまだ食べてない。あだから流動食を入れさせてもらってるんですけど、ええ、流動食、まあ、さ私最初にあの子だったらさ2ぐらい入るって言ったけど、大きさからすると、ええ、でもそこまでは飲めれない。あ口の動きが少ないからさ、ついさ結局いくつあげたで、その後1時半ぐらいに2入れて、でそれでまあちょっと時間が2時間以上経ってるから2用意したんだけど、ええ、0.9 ぐらいです。うん、なんかでなんか呼吸も苦しそうになっちゃうからし無理はしなかったんですけどね。はい、ねまずね おしっこうんちが出て、特におしっこね点滴したじゃないですか、ええと大体だんだん吸収して大体3時間から12時間ぐらいで吸収しておしっこ出てこなかったんですけどね。それがまずまだちょっと危ないです。いつものトイレがないとできないとかそういうのありますか？それは違うと思いますけどね。うん、そんなにだ絶対そのトイレでします？いや巣箱でもします。いっぱいしますよね。うん、あのハムスターとなかなかトイレのスキルできないから、うん、その辺でおしっこも自分しちゃいますんで出るはずなんですけどね。はい、じゃあちょっと、うん